荒木小弓にまつわる物語はご存知の通り終わりを告げた。いろいろ解決したし、いろいろ解決しなかった。将来へと持ち越したものもあるけれど、それだって一区切りついたことに変わりはない。光があれば影が差すよう、始まりがあれば終わりがある。そして終わりがあるからまだ始まりもあるのだ。決して要領よく振る舞えたとは言えないし、全く綺麗にまとめたとも言えないけれど、でもまあ、荒木小弓の一つの時代を閉じたことだけは間違いない。数々間違えたけれど、それだけは間違いない。間違えなかった。というわけで、これから始まるのは終わりの続きだ。本来なかったはずの世界観、ありえなかった未来。吸血鬼の慣れの果て、オシノシノ、猫に見せられた院長、羽川翼、蟹に挟まれた少女、戦場が片爪に迷った幽霊、猿に願った後輩、蛇に巻きつかれ、蛇を飲んだ蛇、戦国蜂に刺された妹、荒良に蝶そのもの、荒良に死体人形、おののきをつきた幼なじみ、追いかけ中年、オシノメ、詐欺師、怪奇霊師、暴力陰陽師、影縫い元連、人形使い、手織たらつれ、そして、オシノ奥義。彼ら彼女らの物語の続き。続、終わり物語。